本日ですね、初参加いただきましたパッティニの皆さんです。こんにちは。こんにちは。元気だよ。はい、それではね、今回初参加いただいたということでね、パッティニ代表者の方どなたかですか。アシュルがね、じゃあ質問していきたいんですけれども、はい、パッツィニさん、どういった集まりの構成されたメンバーなんでしょう、チームさんなんでしょうか。まあ、なんでしょうね。まあまあ、しょうがない。まあ、いろいろね。フード仲間っていう話も。まじ、夜の友達みたいな。夜の友達みたいな、はい、なるほど、そうですね、はい、じゃあ続いてなんですけど、パッツィニとはズバリどういうチーム名の由来なんでしょうか。でもそれ忘れちゃった。イタリア語でバカ者たち。もう一度お願いします。イタリア語でバカ者たち。バカどもたち。皆さんバカどもたちなんでしょうか。なるほど、バカっぽいですね。まあ俺が一番頭いいんですから。あ、そうなんですか。はい、まあ、確かに頭良さそうですね。そう。はい、続いてなんですけど皆さん定期的にフットサルやられてるんでしょうか。まあ、月に1回ぐらいですかね、今は。あ、そうなんですか、はい、フットサルモードの大会、どこで知っていただいたんでしょうか。フットサル…なんでしょう、やっぱりインターネットとか友達とかの集まりとか、はい。あ、なるほどですね、ありがとうございます、はい、じゃあまだ大会、まだこの後も続くと思うんですけれども。あ、そうです、練習時間なんで。あ、キャプテン、じゃあ最後にすいません、時間ないとこすいません、目標、この後続くと思うんで、この大会目標ぜひズバッと熱くお願いします。絶対に優勝します。決めた。じゃあ何かあります。はい、で今日も絶対に風俗行きます。はい、ありがとうございました。パッツィニの皆さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。